始まりまりした頑張れ、南葛 SC のお時間がやってまいりました。今日は8月14日ということで、ちょっとね、その暑さも厳しくはない、こんないい日和だなと思いながら今日歩いてきたんですけれど皆様はいかがお過ごしでしょうかお盆休みということで、ゆっくりされている方もいらっしゃるんでしょうか、えー、この方と一緒にお送りしましょう。私、井上真とこの方でお送りします。どうぞ。南勝 SC の 浅田です。よろしくお願いいたします。<laughs> よろしくお願いいたします。<laughs> すいません、ちょっとね、店舗がいつもと違う感じになっちゃった感じでね、はい、やっぱこうお休みモードというか、ね規制ラッシュが今日から早くも始まってるなんていうねニュースもありましたけれども、浅田さんは休業とかはされないんですね。休みは<え>、はい、ないです。休業も何ももう出身で、休業も何も、はい、地元なので生まれも育ちも葛飾しかしまんだ。 ですもんね。はい、かっこいいですね。かっこいいんですかね。でもあのあれですよね。<laughs> お盆やらしいことを墓参りとか、そんな予定はあるんでしょ？ないです。 あ、そうなんですかかかかななないいででです、ないですすしかかったらそれはあ、おりよね。はい、まあふだのサッカーのご指導そしていろんな、ね、トップチームのコーチ業なんかもお忙しい安田さんでいらっしゃいますけれどもこの番組はですね、えー、葛飾区から J リーグチームを目指しております南,南勝越し葛飾区のサッカーチーム南勝越し熱くね今日も応援していくという番組でございますので今日もつけお願いしますいろんな情報を聞いていきましょう。ということでいってみましょう今週も頑張れ南勝越し キックオフ改めてーでございます中頑張れ、中津江市お送りしてまいりますので15分なんですけれども、はいまあ今日も、ね、あのいろんな情報をお伝えしていきたいなと思ってるんですけど、いろんな番組で、最近立石とか葛、ね、飾とか映りますね、この間なんか、飲んだくれ横丁みたいな感じのね番組あるじゃないですか、華丸。 さんがアイドル連れて飲んでるみたいなそこたてにして飲んでました。やってましたね。あ見られました。ちょろっと見ました。そこ見てますね。あと高橋先生のね。あそうですね。キャプテン翼ですか。書いてる。はい。仕事場もね。卓球台があるといことで。そうですね。卓球しながら。卓球しないんでヘディスっていう。出た。ヘディングをでやる。あるらしいですね。僕もなんか前ユーチューブかなんかでヘディスって見て興奮したことあります。あれをあそこでやってます。 そうなんですね。はい、高橋かしもやるの?。めっちゃ上手です。あのね、野球ボールよりちょっとソフトボールよりちょっと器用な柔らかいボールで。はい、頭でする卓球みたいな、ね。あれはもう導入されてるんですね。導入してますね。ねヘス,ヘスすごいテニスじゃなくて、ヘディングのテニス。はい、おお、そうだったんですね。ちょっとその辺もちょっと遊びに行きたいなあ、なんて思ってますね。 いま聞いいですよって言ってくれるに決まってるじゃないですか先生ね、はい、ありがとうございますということで、えー、リーグ戦が続いております東京都リーグ一部ということで、えー、J1 から数えまして J1J2J3 から数えまして一応7番目のリーグということで1年1年優勝いい成績をの 残すととと上がっていいけるということで今までは優勝しないと上がってこれなかった9部から始まってますからね,そうですね上がってきたんですけれども7部から、えー、6部ですね今度は関東リーグ2部ですけれどもその昇格条件をもう一度教えていただいていいですかはい、えー、リーグ戦今現在戦ってますリーグ戦に、はいえー、上位4チームが <A>、えー、この関東入れ替え戦、はいまあ、関東2部リーグに え昇格できるためのこの参入戦のトーナメントに参加することができますでまずベスト4ってことですよねリーグ戦の中でそうですね16チームありまして15試合ありますね総当、はい、たりですからその中で我々南葛 SC は今ですね試合11試合終わって10勝1敗10勝1敗ですよ皆さんということはもちろん首位でございます1位素晴らしい <laughs> ということで 僕は僕はちょっとこれねある情報筋から聞いたんですけど、はい、それ計算が得意な方から、はい、次8月23日ね新しくなった奥戸スポーツセンターですよ。こちらの試合で勝利するとなんと4位以内が確定いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。間違いないですよね。間違いないです。ついにやりましたね。これはあのプロ野球でいうところの、はい、チャン,ピオン。 CS クラ,イマック,スクライマックスシリーズに出れるということそうです、ね、だからある種優勝したら昇格だったら我々1位だからそっちの方がいいっちゃいいんですよね本来であればですね、えー、でも今年のこの7部から6部に上がるルールはベスト4に入ってそっから0ペースでもう一回戦うってことなんですねそういうことですね 神奈川か栃木か、ね、埼玉のそういう人たちと関東の、はい、もう優勝チーム準優勝チームがみんな集まってきて <laughs> というのは、はい、もう東京都だけの話じゃなくなったってことなんですよね,そうですね次は関東の戦いに挑んでいくから、はい、そういう同じように栃木県なり神奈川県なりで千葉県なりで勝ち抜いたところとやって勝たないと上に行けないどんどん厳しくなっていくわけですよね とは言っても関東リーグから今度我々が目指してるあのプロリーグ、うんはい、まあまずは JFL っていうところがありますけども四番ですね。4部 ここをに入るためにもやっぱ同じような最後は小学トーナメントがありますんで,、うんですねえー、今度はもう関東どころじゃないんですもんね全国から勝ち上がってきた地域リーグの勝ち上がってきた勝者たちとやってトーナメント、うん、リーグ戦やってトーナメント戦やってっていう流れです、ね本当ね、皆さんね J リーグに入るまでの道っていうのは本当に大変でいやーね いろんなご支援をね賜りうのも大事なことながらリーグ戦を1年間かけて十何試合戦って、はい、その順位で出場権を勝ち取ったトーナメントでノックダウン方式を勝ち残り勝ち残りやっと1チームにだけ昇格のチャンスが与えられるとかね,ね、はい、こ,これからの上に上がっていく1年1年はそういう戦いになっていくとますねーまああの。 それプラス本当に運があるチーム、これもサッカーなので、スポーツなので、勝ち負けがどうしてもついてきてしまいますんで、運も引き寄せないとなかなかそう簡単にはというところがあただ、実力でそこまでのものを勝ち取っていかなきゃいけないというのはもちろん前提ですし、ね今年の南葛西はそこは勝ち取れたとほぼ言って間違いないと。 いううこことですよねこれ楽しししみにしましょうだから皆さんあれですよ J1J2J3J3 のチームなんか知らないし、えー、サッカーそんなのやってんのとかってね言う方もいらっしゃる僕ねすごいことですよね,ね J3 のチームに参入してる、はい、それは地域力もそうだしそこに関わった人たちの努力であったり歴史であったりってすごいことですよね、はい、すごい。けどそそのの地域に、ね、やっぱりそのプロ サッカーチーチムとかプロスポーツチームがあってそれがエンターテインメントになっててそれによってこう何らかのこう活力を得たりとかあの日々のねこうあの情報作りっていうか家族の,その食卓などだんだんの本当話題というかですねまあそういうのをちょっとでももたらすことができてやっぱりこう葛飾区民の皆様方がこうハッピーな生活を あの日々過ごすことができるように、我々もこも日々、こういったところで、今、下のリーグにいますけども、ちょっとずつ皆様の方にこうにいろいろなものを与えられることができればなと思ってやってますんで、はい、まあでも一番下、キューブから始めなきゃいけない、どんなチームもね、はい、そこから一年一年、ほぼ最短で、頑張っっててて上がってきてますからねまあそうですね、えー、一歩ずつ階段を本当に登って、もうちょっとずつやってますけども、はい。 なかなかそんな簡単な道はなくてですね。すごいですよね。厳しい道ですけども。全焼したとしたって、八七六五四三。七年八年は絶対にかかると、ね。絶対かかっちゃいますね。全焼したとしてもですよ。そうですね。すごいですね。はい いや、頑張りましょう。ますますのご支援をね。まずわかりやすいご支援としては応援に来ていただきたいと。そうです。ね葛飾区民は四十万人、強ですか。えー、お、人口でいうと。いね、はい、おりますので、まあ、そのうちのですね、えー、本当に一パーセント。でも来ていただければ。 もうスタジアム入らないぐらいの。お客さんになりますので。そうですよね。まあ、あの葛飾 fm さんを通じてですね。うん、おさらいの。いろんな方にですね。はい、あの、中津市ってあるんだと。ええ、ちょっと面白そうだねと。はい、ちょっと見に行ってみるというような、うん、こう情報を提供できればなと。はい。思ってます。思っております。ええー、中津市、ご存知かもわかりませんけれども、キャプテン翼のね、高橋洋一先生発起人で、中津市という名前になりまして。はい。そして、キャプテン翼の、あの翼小海咲君。石崎君。 みんなが着てるあのユニホームと同じデザインもちろん同じ名前を関して、えー、戦っているリアル軟活 SC なんてね界隈では呼ばれてますけど魅力はどんなとこでしょうリアル軟活 SC の戦い方見に来るとこんなとこが楽しめるというのは浅田さんから見てそうですね、はい、あのこの、まあ、都道府県リーグ、はいまあ、我々東京と一部リーグっていうところを戦ってますけども、はい、一部リーグで、まあ、外国人が3人いる本当、うんまあ、有名なトッププロだった選手がいる。うん うね、まあこういう選手たちがいるっていうのはすごく魅力だと思いますしその中で本当に社会人として働きながらこうサッカーを本当に一生懸命やってるアマチュアの選手がいるとそういったところの融合しているところがを見ていただければ本当に面白いサッカーやりますし非常にそして攻撃的だしそうです、ね、大量得点で勝利する試合、はい、そしてゴールのねゴールシーンの一つ一つも先日のワールドカップに劣らないぐらいの名シーンもね、うん 見受けられますし、はい、それはもうリプレイもないビジョンもないところでやってますから見逃さずに見るということですよねそうですねもう片時もこう喋、はい、る暇もなくあれがまたいいんですよみんなで応援してねうわーすげえの入ったあれ見てなかったどうだったどうだっただから右から右からレオが左から切り込んで入ってこんなんでへえー、すげえって、まあ、脳内再生力が半端ないですからねそんなの楽しめるし楽しいですねいつも行くとそこにいらっしゃるお仲間もね、はい、出ますし何より 近いですから選手と近いですね。今はあのスタジアムというものではなくて、まあ葛飾区の本当にご協力を得て、あのいろいろなグランドを貸していただいてますので、試合でもね、そうですね。すごく距離が近いと思います。あの選手に話しかけてもいいですし、全然あの遠慮なく、もう写真も選手も喜んでますしね。何でもオーケーですので。そして選手同士のこう掛け声だったりとか指示の 試合だった気合みたいなも聞こえてきますしね。そうですね。近いんで、ね、本当によく聞こえると思います。ななら耳をすませばあのベンチの指示も聞こえてきますからねハーフタイムの。耳すまさなくても聞こえると思いますね。<laughs> <laughs> ここがあれですよねあの魅力なんじゃないかなと。そうですね。ねやっぱこの距離感が近いっていうところっ非常にいいですよね,ね。はい。 すごくかずしかにみんな住んで戦ってる、ね、選手も多いですしすごく可愛がっていただいて、はいえー、これ今後も何かぜひ応援していただきたいなと思っておりますさあそして次に勝つと4位以内が確定いたしますもちろんこのままいけばこの勝率でいけば優勝1位なんですけども4位以内からはゼロベースでのまたトーナメントということでございまして来季とリーグ1部から関東リーグ2部やっと舞台は関東の地を踏むわけでいうことでございます次の試合は どちらでどことでしょうかはい第12戦になります8月の26日日曜日ナイターです18時30分キックオフ場所は改築された新しい葛飾総合スポーツセンター来ましたね今年競技場初めて奥戸でできるということですねじゃあ音楽もかけれるしマイクも僕使えるってことですよねいや待ちに待ったこの奥戸の改修ね やっぱりいろんなことがなんかトラックの色がねあ綺麗ですすごく綺麗で茶色から青青は今っぽいですよね世界陸上巻満載の満載ですねね、はい、その新しくなった奥堂 お楽しみにして来ていただきたいなとあの客席ありますので、えーえー、ぜひ多くの方に来ていただいてだスタンド見やすい上から見ますからねご支援いただきたいなと思いますぜひちょっとお誘い合わせの上、はい、8月23日コラボ涼しくなってまいりました、はい、なナイターですからね,そうですね18時,18時、はい、18 30分キックオフということでございますので、はい、これはもう負けられないですよ もうそうですね、えー、この試合勝てば本当に余裕以内まず今年あが掲げかかた最初の目標を達成することできますので、ね、何よりこれ聞いてね、うん、来た出た勝つんだよって言って来てああ負けちゃったみたいな僕で新しくなったよっていうか言ったけどああなんかトラックが綺麗なだけだったみたいなちょ,のち,ちょっと避けないとダメですよねもちろんです勝ちましょうねもちろんです新生リバーサイドはいね 絶対に負けられない戦いが本当ですね。そして勝って4位以内、4位以内に早く入ると調整ができるってことですもんね。まあ、ただやっぱり1位で突破したいっていうところが。そこはね、はい。ありますんで、もう優勝を狙って戦っていきたいと思います。はい。ぜひお願いいたします。対戦相手は t. F. S. C. と。はい。有効じゃ、どんなシムナルって言んでしょうか。東芝富中さんの、あの。 企業チームです。名門でで、ね、ですすすねねね今後これれれはじゃあ負けられないまた負けけららなないい、ねね、ということで第12戦葛飾区総合スポーツセンターの方で18時半キックオフで楽しみ、はい、ねっ一個一個上がっていきましょうはいそして深夜ではね今テレビ東京でキャプテン翼新バージョンもやってますんでねもう中学生になるらしいですよ早,です早いですね早いですねこの間春に始まったらもう中学生ですよいや成長は早いです。ね もういろいろ育ててますもんね浅田さんもね、はい、いろんな若い子をかから育てていくそのためにも J リーグ参入そして大きいチームにしていきましょうね、はい、頑張ります、はい、それでは浅田さんから皆さんに最後のメッセージお願いしますはい、ぜひ8月26日グランドでお待ちしてますありがとうございます稲山でした浅田でしたそれでは来週もいしましょう来週も頑張れ中津、FC! s 中津